コメントを流します。よいしょ。まだコメントは来てないですね。こんにちは。こんにちはの時間だね。こんにちは。星が飛んでる。ぴょんぴょこぴょん。こんにちは。いえ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 。こんにちは皆さん。いかがお過ごしでしょうか。私は温泉に着きました。旅館？ここって旅館？温泉に着きました。イエーイ。はい、浴衣配信です。イエーイ。この浴衣はお姉ちゃんが選んでくださいました。ちょっとちっちゃい声でイエーイって言ってるのは私の姉です。お父さんたちが帰ってきました。うるさくなりそうですねインスタグラムのストーリーズってやつにお姉ちゃんとの写真を載せました。ただいま。おかえり。初登場かな配信お姉さん。1回出たことあるっけ。1回ある。あ、声だけ。手もある。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。家族全員集合しました。こんにちは。コメント携帯で見てます。コメント携帯で見てます。あ、こんにちは。ねがいちゃんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ねがいちゃんじゃない。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。監視してます監視してます監視してます。あ、声かわいい。ありがとうございます。可愛くないですけどお正月っぽい。こんにちは。声に似たりはしてない気がする。声よく似てるわ。似てますかね。どうですかね。お姉ちゃんいたんだね。お姉ちゃんいます。お姉ちゃんいます。皆さん何して過ごしてますか。お餅食べてる？それとも実家に帰ってる？それとも孫とかにお年玉あげてる？親戚とかにお姉ちゃん10期受けた。受けてないです受けなくていいです受けなくていいです。受けてないです。ゴロゴロしてます。ゴロゴロしてるの？おお、いいですね。ダラダラするのが一番ですよ。ダラダラしてます。親戚と集まって寿司食って今から仕事です。おお、さっき振り袖着てた。おお、いいね。振り袖ね。ねがいちゃんは三が日。三が日も営業中なんだね。そうです、三が日も営業中です。さっきは浴衣温泉に着きました。やっと時間が空いたので散歩してきた。お、いいですね。健康的。あ、肩に何乗ってる。獅子舞。獅子舞がついてます。獅子舞をつけました。可愛くないですか。これに噛まれたら縁起がいいみたいなこと聞いたことあるけど噛まれたことない。ねがいちゃん肩に何かついてるよ。幽霊みたい幽霊みたい。獅子舞に怒られますよそんなこと言ったら。獅子舞乗せてます。タムケン姉妹で獅子舞。獅子舞？獅子舞？獅子舞？獅子舞が関西弁かな。あ、獅子ん？獅子舞やと思ってた。ちょっと獅子舞。あ、獅子舞のアバターの方いる。君がくっついてるんだね。ももちゃん、ももちゃん、ももちゃんはおばあちゃんとおじいちゃんのお家に預けてきました。こういう服が旅館に置いてたら面白いよね。なんかどっちでもいい間違いないですね。かわいい。今着てるの浴衣です。あーちゃん、お姉ちゃんが水色の浴衣を着てて、しまい、しまい、
獅子舞。あかわ獅子舞。お姉さんは忙しい時期では。そうですね、ちょっとお休みもらってますね。深い姉妹似てる？似てない。あーちゃんのあんまり似てないです。あーちゃんの彼氏さんは似てるとか言ってきたけど、そんなことないから。その浴衣は旅館でお借りできるんですか？できるやつやんな。お姉さんの浴衣手だけ、手だけ映るかな。映った。ちょっとだけ映った。お姉さんお年玉くれないですよ。お姉さん何歳上ですか？6歳？22歳です。22歳の6歳ですね。温泉はまだ入ってないです。さっき着いたばっかりで、ショールーム終わってご飯食べたら入ろうかなって思ってます。若いって言われてるで。もう2人配信にしちゃえばダメです。結構上です。温泉は露天風呂ですか？露天風呂ありますよ。入ろうと思ってます。里加穂さん、里加穂と同い年なんだ。加穂ちゃんと同い年です。肩に何かついてるよ、獅子舞。うちは16歳違うわ。めっちゃ違う。みんな大好きパパさん、ママさんは？はーい。パパなんか疲れてる。昨年も温泉来てたよね。来てました。でもその時はあーちゃんいなかった。2個違いだ。肩から何か飛び出してるよ。七枚。営業中も持ってきたね。そうです。あ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。パパお疲れ様です。車で来たからね、ずっと運転してた。温泉は白い湯ですか？白い湯じゃなかったよ。うん、宿に後ろの飾りも持ってきたの。持ってきました。パパさんに栄養ドリンク渡してあげて。あーちゃんの握手券はどこで買えますか？ないです。また願いの握手券に来てくださったら、もしかしたらいるかもしれないです。そういう嘘はあかんで。嘘じゃないよ。別でレーン作ってもらおうか。出た。びっくりしてるみんな。パパさん乱入です。ランウェイのためにもお湯でさっぱりやって。そうですね。パパさんナイスツッコミお待ちしてます。いきなり。パパさんママさんこんにちは。こんにちは。お姉ちゃん11期で待ってます。もうちょっと年齢的にきついです。嫌だな。もう22なんで。福井のコンサートオイラも最前列にいました。おお。何番目ぐらい？最前の最前の何番目？44、45で、うん、ママと2人で点カードで、うん、どこら辺やろ。今多分考えてくれてる。お父さんが11期入るやん。絶対嫌やん。願いが先輩になるやん。絶対面白い。絶対先輩のくせにそんなこともできないんですかとか言ってきそうよ。お姉さんまだアイドルできますよって。パパが11期に。パパは AKB 受けるわ。551があるときないとき怒られるやつや。女装して。じゃあママさんで。いやだ。パパさん支配人できたらどうする？いっぱい多分ね使ってくれる、いろいろ。もうあれやもん、独断と偏見やわ。そう、叩かれてもいいから使ってくれると。とりあえず今の選抜の人にはごめんなさいって言って。いや、いっぱい来てくれてるな。6番です。あ、6番どんな？左。うん。左の方や。
いいな、6番ぐらいが一番。娘2人だと対抗心できないですか。何がやって、あ、入ったら、入ったらかな、うん、入るところを想像できないまず。あ、うちの娘たちは張り合ってますってこと、 あれじゃない、生活で張り合わへん、パパを取り合ったりとかそういうことないと思う。そんなちゃんと分けっこしてるね。パパ半分なん。深い姉妹、そうです、そうですね。1000人超えた、やったー、浴衣の力ってすごーい。1072の方々、携帯でちゃんとコメントも全部見てます、ありがとうございます。ありがとうございます。浴衣だそうです、温泉に来ております。横は海です。お姉さんは劇場来たことあるの1回だけあります。1回だけ。お姉さん車の免許持ってたっけ。免許は持ってます。持ってます。でもペーパーです。ペーパーです。ペーパー、これボソッと言わんといて。みんなストーリーズ見てね。あーちゃんとの写真載せました。あ、顔は隠してるよ、うん、海近いんだ、眺め良さそう、いいですよ。ちゃんとペーパー子に反応してくださってる人がいるで。優しい、さすがや。ありがとうございます。結構ちっちゃい公園でも通るんよ、うん、すごいな、うん、すごいすごい。山って感じ、うん、あ、車の免許はオートマです。オートマ、旧劇場はめっちゃ狭かったらしい。そうなんだ。あ、6番じゃなくて18番やってんて。18番やったらもっといいな、ちょうど真ん中ぐらいちゃう。おー、すごい。だってパパは45番やから。お姉さんは面白い大阪人ですか。面白くないタイプの大阪人ですね。温泉の前に海入りませんか。問題よな、お姉ちゃん。結構家族がわちゃわちゃしてるんで割と冷静に見てる派です、うん、ママここやで。4時には終わります。姉妹はどちらが美人ですか。姉が美人ですよ絶対。いや、願いの方が可愛いと思います。イエーイ。棒読みやないか。すでにお姉さんの立ち位置めっちゃ理解できる。お姉さんアイドルに憧れとかなかったって。ああ、うん、違う意味だったんだね。でも、うん、妹ぐらいの年の時は目立つことが嫌いだったんです。ああ、まあ反対でしたね。16時に仕事も終わります。16時に終わるよ。安定して映ってんの？うん、 4G で素晴らしい。まあこれぐらいの画質やけど。そうや、俺も風呂行ってな、ほんまによその子供にな説教かましたろうなと思うぐらい。何があって。なんかもう入ってんのよ、でも子供バー来てさ、うん、お父さんおんねんで。あ、お父さんいるの。お前らカルガモ親子かってみたいな話。お父さんがジョーンって掛け湯もせんと風呂入ってやる。はチビもブーッ3人入ってきたやな。おで、それ抜けていくよ、そのまま。プールのあれみたい。泳ぐ。お前だ、お前、消毒液かみたいな話。ちょっと、なんでって言うだろうかなと思ったの、ほんまに。正月から。って思っとったけど。子供やったらまださ。想像だけして、言うてる自分を想像して、うん、と押されて。でも、正月やからな。子供やったらしゃあないやん。子供がさ、大きい気持ちを持ってな。子供だけやった。子供だけやったら願いしゃあないと。親まで。大きいよ。うわぁ、教育に悪い。無理やわ、そういう人無理やわ。ちゃんとしな。それは親があかんですねって。それは説教すべき。でもパパはそういうのやったら。ちゃんと俺気弱いから。気弱い。気弱い。どつかれたら嫌やし。いやパパ。そういう人増えたよやって。増えたな。ほんまに風呂。ほんまに風呂。
あ、もう1277人ありがとうございます。1304人やで。あ、増えた増えた。え、でもちょっとずれんねん。でもね、が一回、ね、温泉とは関係ないけど電車に乗ってた時に席を譲らないお父様がいて、子供見てんのに、そういうのちょっと無理だと思った。無理だと思う。だけどまあまあな、足が痛い人もおるかもしれないし、まあな、めっちゃめっちゃ元気そうやったで。一緒にしとったらビビるけどな。けど今回あれな、お姉ちゃんが無理やり、うん、この正月のクソ忙しい時に休みを忙しいで半貫買いながら取ってきてくれて、久しぶりやな、4人で行くの、来るのな、うん、嬉しい。子供に席を譲るんじゃなくて、子供が見てる時におじいちゃんが前におって変わって美味しそうに見てるのに、足組んでおるのおるお父さんがおったのを見て、願いは、あ、子供の影響に悪いなと思った。2つ席独占してるんで。真面目やな。無理無理、思いやりを持って生きていただきたい。接客業やってると譲らないとと思ってしまう。あ、まあね、そうですね、言い方ですね。姉ちゃんもそうやな。そうですね、絶対譲りますね。反面教師にしたいと思います。姉ちゃん譲って倒れるタイプ。倒れはしいんけど。しんどいのに譲ってるみたいな。そうけど、注意したら逆切れされるやつもあるよね。芝居だったよね。注意する気にもなれんわ。ていうかさ、まあ正月は穏やかに過ごさなあかんよ。だからな、心の中でな、燃えてんね。あのね、優しい気持ちを持って、うん、そうそう、親は座ってるのに子供立ってるっていうの見たことある。ああ、願い、うん、願いと子供座らせてあげるかな、ね、どうやろな、難しいとこで、ちっちゃい子やったら難しい。お父様、関西人でいらっしゃる。なんかパパとか願いの関西弁って強くない？そんなことないの？いや、パパの関西弁はもうショールームでこんなもんかなと思って思ってると。めっちゃ関西弁な気がする。お茶しばいたらいい、ね、お茶しばいたらって何？お茶ぶっかけんの？喫茶店行くときとか、うん、あの前だスタバ行くときに、うん、お友達と会うやん、うん、あ、お茶しばくって言うて言うてコーヒー飲みに行くことをお茶しばく。ああ、関西で言う。初知り、関西人やのに。ねがいちゃんの関西弁柔らかいよな。パパ、波平の声に聞こえるって言われる。波平かよ。じじいかよ。スーターバ。え、波平の新しい人、古い人。ああ、声変わったよね、みんな。ちょっと分からんと、ね、うん。そこ大事。神ある？神ある？神ね、かろうじてやな。ちょっと今ひなみたいになって。あーちゃん、この韓国語なんて書いてんの？願いアンニョン、パパアンニョン。アンニョン。何それ？アンニョンセヨ。つぶやく入りや。ゆず。あーちゃん韓国語読めるもんな。うん、読めます。喋れます。ちょっとだけしか無理です。教えてもらいます。そんなに無理です。渋い声です。パパが釜山で拾ってきた声から。アンニョンセヨ。パチパチパチやって。私あんまり大阪弁嫌なんですよね。怖がられるから、性格きつい子だと思われちゃうから。うん、ねがいちゃんの黒髪今日も綺麗だね。ありがとうございます。なんて書いてるのこの韓国は。めっちゃ流れの早くなった急に。あ、お姉ちゃん天才じゃないです。なんかもう一個来てる韓国の方、なんて読むこれ、うん、どこにおる、はいはいはい、お姉ちゃん天才の下。姉ちゃん天才の下。関西弁好きだよ私やって。あ、本当にありがとう。カミスハムニだ。可愛い系の関西弁と怖い系の関西弁ありますね。うん、ある。どっちなんだろうか。うん。パパさんとママさん標準語で会話したらすごく違和感ありそう。標準語できる？まずできますよ。もうできますよが、できるよ、できる、なんかもういやいや、エセ標準語やもんな。できるよ。できるよ。なんだい。やめて。違うもん。どうしたの？
ポロッポみたいな感じ。すでに S ポロッポ。優しく話したら関西弁いいはず、うん、いきなりぎこちない典型的な関西人。けどあの映画とかでさ、映画とかでさ俳優の人がさいきなり関西人やってる人おるやん。あれよりもマシやろ俺の。うん、いきなり、いやほんまになんかむずがゆい関西弁で、うん、ないなりやるけど全然違うってイントネーションとかも無理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 って勉強し直してきてって。関西人の人が標準語を逆に喋った方が標準語っぽいやん、うんうん、けど向こうの人がこっちの関西弁に喋るとちょっとやっぱりだいぶ違うやん、うん、なあ。そうやな、そうやな、うん、どうしてもな。標準語だと思ってる関西弁ある？標準語だと思ってる関西弁、ありがとうございます。え？え、しんどいとか。ああ、しんどいって言わへんよな。でも関西しか。疲れたっていうのか。疲れた、うん、疲れたちゃう、疲れた。関西の人すぐあほかす、ほかすとか言わへんな。捨てるっていうこと、関西ですけど、うん、ほかすは言わないですね。掘るとかね。ペル、ペルとか言わへんって。いやパパちょっと違うって。なんでそれちょっとペってこいよっていう。いやペってこいよは言わん。言わんの。え、関西でも言わんの。言わんのちゃう。分かる、聞かへん。意味分かる。意味は分かるけど笑顔は使わへん。あ、そう、うん。マクド。お姉さんから見てネガイちゃんはどんな子ですか？よく喋ります。あー、ちょっとちょっとポイントが下がったわ。じゃあよく喋ります。10ポイントぐらい下がった。10ポイントかい。何ポイント10。10ポイントやで。100ポイント10。今90。90、うん、まあまあ。ネガどうすんの？終わってから、終わってからハッシュオルム配信して、うん、ご飯食べるの、お風呂行ってくんの？もうご飯食べて外湯行くの、休憩してから。先にお風呂行こうかな、あーちゃんと。あーちゃんと裸の付き合いをしてくるわ。マクドナルド公式がマックって略すからね。ほなマクドやな。マクドや、マックなんて言えへん。旅行中ですか？そうです、うん、マクドは引っ越しても抜けへん。確かに帰ること犬って言わない。あれは言わないです。ミスタードーナツはどうなの？ミスド、ミスド。でも全国共通。どうなんやろ。どうなんだろう。あ、マックシェイクはマックシェイクですね。マックシェイクではない。ビッグマックはビッグマック。ユニバって言うけど、標準語ってユニバって言う。みんなケンタッキーとかは。ケンタッキー、ケンタッキー、ケンタッキー、そのままケンチキ。今だけみんな敬語で喋って。あ、それ英語とかに。それはあマクドナルドですよね、多分。じゃマクドナルド。USJ って言わへんよな。あ、USJ っていう。ユニバって言うよね。ユニバーサルスタジオジャパンのことを大阪は多分ユニバって言います。USJ とは言わない。USJ。ドゥルン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 。あ、USJ。もうあれやな、紅白は。あ、間違う。USA や、間違えた。USJ じゃない。紅白？座布団をやられ。違う違う違う、全くやられ。もらおうと思ってない。願い姉さん久しぶりですね。久しぶりです。USJ。へえ。ターミネーター。ダダンダンダダン、ダダンダンダダン、ダララン、ダンダンダン。今年も可愛いな。ありがとうございます。スパイダーマンが好き。おお。銀行っぽいですね。確かに。今日も可愛い。あ、ありがとうございます。
イエーイイエーイ、これでイエーイ、いっぱい来てるで、1800人、うん、1824人の方が、ありがとうございます。今何時？今は、55分、あと5分、あと5分、あとで浴衣の写真載せるね。みんなコメントよろよろよろしく。お待ちしてます。獅子舞だとね、ぴょんスクショタイムしとくよスクショタイム、オッケー。願いの瞳、イクラ並みに光っててイクラ並み、イクラ並みいいことやな、イクラ並み。え、入浴シーン肩にタムケン乗ってるで、イエーイ、深い気に察知あれ。キャビア並みあ、痩せたって、いやいや喜んでます、ありがとうございます正月は戦いやな、うん、願い、うん、あ、もう餅食べへんからな、あんまり。いや、ご飯食べる、すき焼き食ってさ、じいちゃんのことさ、逆に体重減ってた、今日もな、おってるってか旅館やし、うん、ちょっとな、今日も食べなもったいないしな、せっかくやし。パパはお餅を食べ過ぎです。食べてないで、1個、はい、1個半しか食べてないけど、なんかランウェイ楽しみやって。そうですね、見に、見に、めっちゃ見に行きたいな、ランウェイ。パパも撮った時もスタンディングしかなかった。へえ。笑顔で降りた時座ったのか、 2回行ったよ。座ったのと立って見に行った、初めが立って、うん、次座ったんちゃう、次座ったな、うん、今回高いとこもう売り切れとったわ、願いが決まってから。餅の食べ方って何？ TGC は好きなんでよく見に行ってます。餅の食べ方って何？まあ、人の話聞いてない。お餅の食べ方ってさ、分からへん、お餅で食べへん、分からんな。あー、そういうことか、焼き餅とか雑煮とか何で食べるか。きなこ餅、うちにはないけどね、ね、ランウェイの歩きの練習しなあかんな、うん、き、あ、 あんこ食べれないんです私。お姉ちゃんも食べれない、多分。食べれへんよな、食べられへん、食べれない。砂糖醤油あんまり進んでお餅を食べないです。 お父さんに食べてもらいました。あ、大根おろしやって。あ、大根おろしは美味しいけど進んでた。え、なんか蚊に刺されてんねんけど、かゆっ。疑問に思うのはどうして前髪作らないの。アイドルは前髪命って言うよね。うん、私は前髪が分かれるので、この前髪が好きなのでこれをしてます。はい、疑問が解けたかな。逆に何が好きなん。エビ。何エビ。エビはどうした。逆に何が好きなの。お餅。今年もよろしくお願いします。肉好きやん、お前。お肉好き、肉ばっかり言ってるんで。幼い前は、な、あ、なんか言うと肉って言うの。幼い頃は前髪あったよね。ありました。はい、エビ入ってるよね、おせちに。入ってた。あの伊勢エビさんと普通のエビ。いえいえ、福井でカニ食べました。うん、串カツの二度漬けしたことある人。串カツ二度漬けってあかんよな。あかんあかん、ダメですよ。ダメです。今の髪型好きやって、ありがとうございます。あと1分しかないって。そうや、あ、読んどこ。ギフト読むで。ギフトショールームを開くよ。仕事戻るね、頑張ってください。ネットワークエラーが出た。あと、できた、できた、できた。この髪型のネガイちゃんの美人すぎてドキドキしますよって。イエーイ、ありがとうございます。そう言ってもらえるのが一番嬉しいですね。
二度漬けは禁止。ブラファーネックさんがかわいい、ムーさんがかわいい、なおちゃんさんがハート、かよちゃんさんが秋おめ、黒糖さんが秋おめ、眉毛怪人さんが花束、ワッキーさんがみかん、トラベシアさんが秋おめ、なるさんがめっちゃかわいい、メガネ丸さんがみかんかわいい、なるさんがハートかわいい、みかん、かよちゃんさんがかわいい、パンダさんがだるま、だるまやねこれ、だるま、ワッキーさんが秋おめ、なめかるさんが明美、鈴木さんがクマ、なめかずさんがみかん、鈴木さんがハート、カエルピョコピョコミピョコピョコさんが明美難しいのが来た、鈴木さんがだるまです、ありがとうございます、ありがとうございます。カエルピョコ2000人いつもどれぐらい来るの2000人いやうーんどうだろう、昨日は3000人ぐらい来た、時間によるわ。そう、30分でどうやって。あ、4時1分になって、4時1分。20時から、あ、20位、20時じゃない、20位からランキング。20位、青白39位、よっち38位、オペラさん。17位、チーソーさん。難しい。16位、ブラファネックさん。15位、なおちゃんさん。14位、オッパサランヘさん。13位、かよちゃんさん。12位、てつやさん。11位が、グアミックスさん。グアミックス。10位が S さん、9位が、あ、難しい、英語え9位、うん、ムカムカさん、ムカムカさん、8位ムーさん、7位メガネ丸さん、6位トラベシアさん、5位ワッキーさん、4位ナルさん、3位エゴテス48さん、2位トモさん、1位が鈴木さんです、おめでとうございます。なん家族万歳、おー、深井家縁起いい感じ、うん、あ、いい演技いいかな、蚊に刺されてんけど、この突然話変わるのやめてそこなお姉ちゃん賢いな、そうお姉ちゃんは賢いです、すべてあの取られました、頭の良さは賢くないです。バイバイ皆さん、良いお年を、良いお年をじゃない明けましておめでとうでもない、いい一日を、お体に気をつけて、はい、ありがとうございました、バイバーイ。